ギボ先生2。あ、ギボ先生もご覧の皆様、はい、さあ、今週のギボレールは牧志駅、もう国際通りのど真ん中ですね、ここレポートしてきました。行ってみよう、スタート。はい、今日牧志駅、行ってみます。もうこの辺はザ・国際通り、国際ストリートのね、真ん中にある駅ですね。行っちゃいましょう。国際通りね。一日乗車券800円。さあ、牧志駅は一尾ゴ知ってます、まあ、これ結構ね、まあ、民謡やってる人は知ってますけど、まあ、その一般の皆さんは知らないかもしれない。一尾ゴ、一尾ゴって何？いちごちゃん、これいちごのことなんですね。まあ、これは実はラブソング、まあ、エイサー曲としても使われておりますが、歌詞を少し説明しますと、まあ、いちごを取りに行く、という歌詞から、始まります。いちびぐわに振りて、いちごが好きでっていう歌詞で入るんですけども、いちごに、ね、惚れるっておかしいですよね。実はこの好きな人に会いに行く口実でいちごを取りに行きますよって歌詞なんです、実は。まあ、これもね、フルで演奏してる動画、歌詞付きでお届けしますので、よかったら聴いてみてください。牧志駅は一尾ゴアでした。楽しかった。また次回。